ごきげんよう、ダーカボンドです。さあ、やっていこう。今回はね、ピカチュウ、どうした？何これ？どうやら、ピカチュウの鼻の中をきれいにしていくゲームなようです。いや、これは楽しみになってきた。実は隠してたんですけど、僕、鼻の中をきれいにする系 YouTuber なんでね。これは余裕でいけるんじゃないかな。さあやっていこう。さあまずなんだ？なんか機械が出てきたけど、なんだこれ鼻にセットされたよ。これレバーあるね。これを、おお、鼻が開いた。汚いな。いやまあそうか。動物ってまあみんなこんな感じだからね。人間も同じで。鼻の中をこう広げればね、鼻くそや鼻毛だらけだな。ピカチュウって鼻くそや鼻毛、あるんだね。知りたくなかった事実だけど。とりあえずね、これをきれいにしていけば何も問題ないからね。さあ、まずこれか。これから使ってみよう。これなんだ？何の道具だ？まずはこう、水分を含ませて、汚れを取りやすくするんだね。それからハサミで、鼻毛を切っていく感じかな。お、いいねいいね。ちょっと残ってるけど。おお、これでも、ピカチュウの鼻毛が綺麗に取れた。素晴らしいな。でもピカチュウさん、なんか鼻血みたいなの出てない？大丈夫かな？鼻水かな？でもこれは、鼻汁だね。鼻汁。いいや、次はこの道具使ってみよう。さあ、これは、毛抜きみたいな感じで、残った鼻毛を抜き取るんだね。これで毛はすべて取り除けた。いいぞ。これはなんだ？周りのなんだろう。周りのこういうクソみたいなものを拭き取るんだね。綺麗になってきたよ。ほっぺの方も汚れがついてるから拭き取っとこう。鼻クソの汚れを拭き取った綿でほっぺも拭き取りましょう。いやでもこれ見て。ピカチュウさん、最初は鼻くそや鼻毛だらけだったんだけど、すごい綺麗になってきた。それから、また新しい道具をやってきた。これはなんだ？すごい笑ってるんだけど、これ。これはなんだろう。バイ菌を消毒する感じかな。よし、こんな感じでいいでしょう。それから、ティッシュだね。ティッシュで、鼻血の部分、拭き取るのかな。綺麗になってきたよ。ピカチュウ綺麗になってきた。汚いピカチュウが綺麗になってきた。それからね、頭の方も拭き取りましょう。鼻血を拭き取ったティッシュで頭の方もね、汗かいてたんで拭き取りましょう。いやー、綺麗なピカチュウになってきたよ。それから注射は、さあこう刺していって、なんだ、鼻くそ取れたね。これ鼻くそじゃなくてなんか出来物なのかな、何かの。じゃあ何かよくわからない出来物をこう注射で。お、これ、ピカチュウ、綺麗だ。それから、なんか映っちゃったね。とりあえず次は、これだね。また新しい機械。これは何だろう。なんだ？覗けた。鼻の中覗けた。見た目は綺麗だったけど、まだ、こうやってね、虫眼鏡で覗けば、菌が残ってるね、結構。これをどうするんだ？これじゃ、拭き取れない。これかな？おー、吸えた。花粉かな？花粉みたいなのを、こう吸い取るんだね。鼻くそも残ってるじゃん。ちょっと鼻くそ取らないと。これで、拭き拭きして、おー、綺麗に取れたよ。鼻毛はどれだろう？鼻毛がちょっと残っちゃってるね。でも鼻毛全部抜いちゃうと、またね、こう、バイ菌が鼻の中に入って、体に、もうスルリと通っちゃうから、鼻毛少しあるぐらいがちょうどいいのか。さあ、ここら辺も結構あるね。僕はね、鼻くそ綺麗にする系 YouTuber なんで、これはちょっとね、すべて取り除かないと、やっぱり落ち着かないなぁ。でもこれで、すべてきれいに取れたんじゃない？おぉ、
汚いピカチュウが綺麗なピカチュウになった。ついにやりました。これで通るだろう。もうできないね。クリア？ついにクリアしました。鼻くそ綺麗にする系 YouTuber 僕最高だったな今回は。あ、次は不思議だねかな。あれ、これかな。不思議だねやっていこう。不思議だねも結構汚そうだからね。さあ、あれ、またピカチュウだ。ピカチュウさっき綺麗にしたばっかなのにもう汚くなっちゃったの。ということで次はマリオやっていこう。マリオさんも汚いな。まあここはね、鼻くそ綺麗にする系 YouTuber としてこのマリオさんの鼻も綺麗にしていこう。さあ、まずはさっきと同じようにこう鼻の中を広げるんだね。あ、広げたら汚いな。マリオさんもピカチュウと全く一緒じゃん。どういうことなんだ。鼻くそや鼻毛の配置が全く一緒なんだけど。まあまずこうね、水分をつけて鼻くそを取りやすくして鼻毛をこう切っていこう。眉毛もちょっと切っていきましょうか。無理か。ヒゲはどうだ。あ、ヒゲ取れた。マリオさんも見てみたかったんだけどね、ヒゲ切ることは無理なようだね。まあ鼻くそ系 YouTuber としてね、鼻の中をきれいにしていこう。さあ、毛抜きで鼻毛をすべて取り除いて、そしてこれで鼻の周りのクソを拭き取る。いいぞいいぞ。もう手慣れてきたね。ほらほら。さあ、次やっていこう。これは何だろう。これは、あ、バイキンを吸い取る感じだね。まあ、マリオはいろんな世界で旅してきたから、やっぱりバイキンとか鼻クソも結構詰まってるね。さあ、それで、ティッシュで耳を拭き取りましょうか。いいねいいね。それから、鼻の何かの鼻の汁だね。鼻汁をこう吸い取って、最後にこうね、口の周りもちょっと綺麗にしとこう。鼻汁を吸い取ったティッシュで口も綺麗にしておこう。それから最後、注射で鼻くそみたいな何かを取っていこう。さあ、これででもだいぶ綺麗になったね。綺麗なマリオが出来上がっていくよ。さあ、よし。で、最後に、これで覗いて、わあ、でも、なんだ？なんだ？マリオ、ピカチュウとちょっと違うね。菌が、ウイルスに顔がついてるぞ。これはマリオさん、やっぱり、危険な旅してきたから、こういうのも結構ついてたんだね。パックンフラワーの花粉かな。まあ、吸い取っとこう。ピカチュウと同じで簡単に吸い取れるね。さあ、上の方も、こういうね、端っこにあるクソとか、結構忘れがちだけど、僕はね、鼻クソ綺麗にする系 YouTuber なんで、ここは忘れずちょっとやっていきたいな。さあ、こっちの方も拭き取りの、拭き取って、そして、菌も吸い取る。いいねいいね。最後はここかな。これだけだね。これでまたさらに鼻クソ系 YouTuber 僕、いやー、レベル上がったんじゃないかな。今回この2人の有名な方のね、鼻をきれいにして、これで僕は鼻クソきれいにする系 YouTuber としてやっていけるんじゃないかな。じゃあこれで、あ、なんだ、マリオの歯が汚いぞ。これ、鼻くそ綺麗にする系 YouTuber として、このイケメンの鼻もね、綺麗にしていきたいんだけど、まあイケメンはね、まあ汚いままでいいか。まあでもこっちのマリオの歯、もう虫歯だらけで歯が欠けちゃってるよ、マリオが。もうこの絵を見ただけで、ママミア、ヘルプミーって聞こえる。なんでね、次回、虫歯をきれいにしていく系 YouTuber として、まあ、マリオの歯をね、きれいにしていこうと思います。それではね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。